ハーバード遠教研究所ハーバード遠教研究所は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジの、ハーバード大学敷地内に所在する、東アジアと東南アジアに関する人文科学、社会科学の高等教育のための独立研究所。1928年、チャールズ・マーティン・ホールの遺産の寄付を受け、ハーバード大学と遠教大学が共同で設立した。 この研究所は両大学と密接な関係にあるが、私立財団であって、組織的にも、財政的にも独立している。日本では、ハーバード大学遠教研究所と訳されることもあるが、正確ではない。1928年、チャールズ・マーティン・ホールの遺産の寄付を受け、ハーバード遠教研究所が設立された。ホールは、アジアの文化と歴史を研究する組織を、 アメリカ国内に設立するよう遺産の3分の1の遺蔵を定めていた。客員学者と客員研究員の招聘ハーバードの膨大な図書資源を活用した短期研究プロジェクト、ハーバード遠京図書館が研究所の主要事業である。研究を支える図書館としてハーバード遠京図書館があり、 世界有数の東アジア研究資料を所蔵することで知られている。ハーバード遠京図書館は当初研究所が運営していたが、その規模が研究所を圧迫するようになったために、1975年にハーバード大学に寄付された。ハーバード大学図書館の一翼を担っており、ハーバード大学図書館システムを構成する図書館の中で3番目の規模である。 1879年、中国貿易を行っていたボストンの商人たちが、中国から中国人学者として、過婚化を招聘し、ハーバード大学で中国語と最新中国情報の授業を行うようになった。この時に使用された教科書類が、ハーバード大学における最初の中国語文献コレクションである。1914年、 東京帝国大学の服部宇野吉と姉崎正春がハーバード大学に招聘されて講義を行った際に日本語文献をハーバード大学に寄贈しハーバードの日本語文献コレクションが始まった東アジアコレクションは未整理の状態に置かれていたが1927年にハーバード大学の博士課程の学生であり死書資格を持っていたケゴロ解明が ハーバード大学図書館の館長から整理を依頼された。1928年に、ハーバード遠教研究所が設立されると、ハーバード大学が所蔵していた中国語、日本語文献コレクションが、ハーバード遠教研究所に移管された。1931年に、ハーバード遠教研究所中国語、日本語図書館の名称となって、ケゴロモ解明が初代館長に任命された。 初代館長ケゴロモ解明は中国や日本の書籍の図書分類法としてイエンチン分類を定めたイエンチン分類は欧米の東アジア研究図書館で広く採用されていたが現在ではハーバード遠京図書館もアメリカ議会図書館分類表を採用しているハーバード遠京研究所中国語日本語図書館は当初中国と日本の文献のみを 収集対象としてより、人文科学に重点を置いていた。1950年代には西洋における最大の東アジア文献コレクションとなった。ハーバードでの東アジア研究が広がるとともに、収集範囲も広がり、ハーバード遠京研究所中国語、日本語図書館という名称も1965年にハーバード遠京図書館と改められた。 ありがとうございます。